東日本大震災による津波で仲間を亡くした人形劇団が震災から2年を前に活動を再開しました。岩手県陸前高田市の市民人形劇団ポレポレ、子どもたちに生の人形劇を楽しんでもらいたいと、およそ20年前市内の主婦らが設立し、保育園などで上演してきました。しかし震災の津波でメンバー9人のうち3人が犠牲になってしまい、活動を休止しました。震災の半年後、残ったメンバーは津波で流された人形やセットを作り直し始め、再開に向けて動き出しました。ふっと自分の足元を見ると、住まいさえも定まっていないし、これからの生活どうしようかっていうのもありますし、だからとてもポレポレどころでないっていうのが正直な気持ちだったんですけど、でもやりたい、できることならやりたい、やめないって気持ちはずっとありました。そして今年1月、本格的に活動を再開。地元企業らの支援により照明設備なども整えて公演を開始しました。この日訪れたのは岩手県大船渡市の料理子ども園。人形劇が始まる前から子どもたちは盛り上がっています。そして人形劇が始まると真剣な表情で見つめたり、主人公がピンチになると歓声を上げて応援しました。演じるメンバーも子どもたちの声にステージの裏で熱が入ります。岩手県の沿岸部にはまだ津波の傷跡が生々しく残っています。一方で松原の中で残った奇跡の一本松が復興への祈りを込めて少しずつ復元されているように、市民は歩み始めています。亡くなった みんなもこのポレポレが続いていく間はみんなそばにいてくれるんじゃないのかなと思っているので、これからも頑張っていきたいと思っています。亡くなった友達にも見ててもらえるんだなっていうのがあるし、で自分のためにやって子どもたちも喜んでくれるんだな、それは本当にいいことじゃないかなと思ってます。人形劇を演じている限りは常に亡くなった仲間のことが思い出され、辛さを抱えながらの活動再開ですが、メンバーらは悲しい思いを心に刻みながら、子どもたちの笑顔のため劇を続けていきます。